コドン。コドン A。コドンとは、核酸の塩基配列が、タンパク質を構成するアミノ酸配列へと、生体内で翻訳されるときの、核アミノ酸に対応する3つの塩基配列のことで、特に、mRNA の塩基配列を指す。DNA の配列において、ヌクレオチド3個の塩基の組み合わせであるトリプレットが、1個のアミノ酸を指定する対応関係が存在する。 この関係は遺伝暗号、遺伝コード、ジェネティックコード等と呼ばれる。ほぼすべての遺伝子は厳密に同じコードを用いるから RNA コドン表を参照。このコードはしばしば基準遺伝コード、コナニコルジェネティックコードとか標準遺伝コード、スタンダードジェネティックコード、あるいは単に遺伝コードと呼ばれる。ただし、実際は変形コードは多い。つまり、 基準遺伝コードは普遍的なものではない。例えば、人では、ミトコンドリア内のタンパク質合成は、基準遺伝コードの変形したものを用いている。遺伝情報のすべてが遺伝コードとして保存されている、わけではないということを知ることは重要である。すべての生物の DNA は調節性塩基配列、遺伝子間断片。 染色体の構造領域を含んでおり、これらは表現型の発言に寄与するが、異なった規則のセットを用いて採用する。これらの規則は、すでに十分に解明された遺伝コードの根底にある、コドン体アミサンパラダイムのように明快なものかもしれないし、それほど明快なものではないかもしれない。コドンは厳密には、実際のタンパク質の設計図として機能する。 mRNA 中に存在しているアミノ酸1個に対応したヌクレオチドの塩基3個の配列のことを指す。RNA のヌクレオチドの塩基は A、アデニン、C、シトシン、G、グアニン、U、ウラシルの4種類がある。そして mRNA 中の塩基の配列は細胞で遺伝情報を保持している DNA から転写れて作成されるので、 コドンを DNA 中の塩基の配列と考えることもできる。その場合、塩基の U、ウラシルを T、チミンに置き換えて読む。タンパク質を構成する主要なアミノ酸は20種類ある。一方、DNA の構成要素であるヌクレオチドの塩基は蒸気のようにわずか4種類である。アミノ酸20種類を区別して指定するのに、塩基1つでは4種類しか区別できず、また、 塩基2つの組み合わせでも44イコール16種類しか区別できないので足りない。実際の生体内では3個ずつの塩基が1セットになってアミノ酸1個に対応する形でタンパク質をコードしている。塩基3個の場合、理論的には444イコール64種類を区別してコードすることが可である。実際には20種類のアミノ酸に加え、 どのアミノ酸にも対応しないコドンもあり、ペプチド酸合成の終了を意味している。これは終止コドンと呼ばれる。また、一つのアミノ酸は、複数のコドンと対応している場合が多い。RNA コドン表は、mRNA 上にあるコドンとそれが指定する、アミノ酸との関係を示した表である。原核生物と、真核生物など、生物の種類によって用いているコドンは、 下記のコドン表とは一部異なっている場合もある。また、複数のコドンが対応しているアミノ酸では、生物種によって、また、同種生物内でも遺伝子によって、同義コドンを用いる頻度の傾向が大きく異なり、自己組織化者像などを用いることによって、DNA 断片から生物種を推定することができる。この頻度の違いを、コドン出現頻度の違いという、 コドン出現頻度の違いは遺伝子の発現量やそのコドンに対応するトレナの量と関係があることが知られている。発現量の多い遺伝子のコドン出現頻度の偏りは大きくなり、品質するコドンに対応するトレナは細胞内の存在量も多い。これは組み換えタンパク質を本来の生物種とは異なる生物種で発現させる際などに問題になる。例えば、 ある導入遺伝子に使われているコドンがホスト細胞では頻度の低いコドンである場合には導入遺伝子産物の生産が少ないといったことが起こりうる。このような場合には導入遺伝子にサイレント突然変異を起こしコドンを最適化したり導入細胞側にマイナートレナを過剰に発現させたりすると改善される場合もある。DNA の構造がジェームズ・ワトソン、フランシス・クリック。 モーリス・ウィルキンス、ロザリンド・フランクリンらによって解明された後、タンパク質が生体内でどのようにコードされていいかということの解明に向けて真剣な努力が払われた。ジョージ・ガモフは生体の細胞内でタンパク質をコードするのに用いられている20ほどの異なるアミノ酸を指定するのに3文字の暗号が用いれていると仮定した。なぜなら4が少なくとも20以上であるような N は3。 が最小だから、コドンがまさに DNA の三塩基に対応しているという事実を最初に示したのはクリックとシュドニー・ブレナーの実験である。初めて一つのコドンを明らかにしたのは1961年、アメリカ国立衛生研究所のマーシャル・ニーレンバーグとハインリッヒ・マッタイであった。彼らは無細胞系で、ポリウラシル RNA 配列。これは生。 科学的記号でウーウーウと表されるを翻訳した。合成できたポリペプチドはフェニルアラニンのみからなるものであることを発見した。このことからコドンウーウーがアミノ酸フェニルアラニンを指定すると推定した。ニーレンバーグと共同研究者らはこの研究を推し進めていって個々のコドンのヌクレオチド組成を決定することできた。配列の順序を決定するのに酸ヌクレオチドが リボソームに固定され、アミノアシルトレナを放射線標識して、どのアミノ酸がコドンに対応するかを決定した。ニーレンバーググループは64コドン中54の配列を決定できた。続いて、ハーゴビングコラナが残りのコドンを決定することができた。その後ほどなく、ロバート W ・ホリーが翻訳の際のアダプター分子で、あるトレナの構造を明らかにした。この研究は、 1959年に RNA 合成の構素学に関する研究によってノーベル賞を受賞したセベローチョアの初期の研究に基づいていた。1968年にコラナ、ホリー、ニーレンバーグラも生理学あるいは医学ノーベル賞を受賞した。生物のゲノムは DNA 中に刻まれている。ウイルスの中にはゲノムが RNA に刻まれているものもある。 ゲノム中で一つのタンパク質あるいは一つの RNA をコードしている部分を遺伝子という。タンパク質をコードしている遺伝子はコドンと呼ばれる酸ヌクレオチドの単位から構成されており、各コドンは一つのアミノ酸をコードしている。コドンのサブユニットである各ヌクレオチドはさらにリン酸、デオキシリボース、窒素を含んだ4種類のヌクレオチド塩基のうちの一つという要素からなる。 プリン塩基のアデニン、A とグアニン、G は大きな塩基で方向感を2つ持つ。ピリメジン塩基のシトシン、C とチミン、T は小さい塩基で方向感を1つしか持たない。DNA 差は二重螺旋構造を取るとき、塩基体結合として知られる配置によって、水素結合で互いに解合している。これらの結合はほとんど常に、 一方の鎖のアデニンと他方の鎖のチミンの間、同じくシトシンとグアニンの間で行われる。これは二重らせん中の A と T の数、同様に G と C の数が同じであることを意味している。RNA の場合は、チミン、T の代わりに、ウラシル、U が用いられ、デオキシリボースの代わりにリボースが用いられる。タンパク質をードする遺伝子は DNA に、 類縁のポリマー RNA である、異型分子、メッセンジャー RNA あるいは、mRNA に転写される。この分子は続いて、リボソーム上で、アミノ酸さつまりポリペプチドに翻訳される。翻訳プロセスは、個々のアミノ酸に特異的なトランスファー RNA を、必要とする。アミノ酸は、トレナに、共有結合している。グアノシン三ン酸、GTP がエネルギー源となり、 一群の翻訳因子も必要である。トレナは mRNA のコドンに相互的なアンチコドンを持っており、3末端の C 詞で共有結合によってアミノ酸を結合、保持する。各トレナは特異的なアミノ酸をアミノアシルトレナ合成酵素によって結合、保持する。この酵素はアミノ酸と対応するトレナの双方に高い特異性を持っている。 これらの酵素に高い得意性があることが、タンパク質の翻訳が厳密に行われることの主要な理由である。サンヌクレオチドからなるトリプレットコドンによって、可能なコドンの組み合わせは、4イコール64種類ある。実際、標準移転コードの64コドンすべてが、アミノ酸あるいは翻訳ストップシグナルに割り当てられている。例えば RNA の塩基配列がユックであったと。 使用。読み枠は、先頭の U う、関により5から3とするから始めて、コドンを当てはめると3コドンが得られる。つまり、u ー、トリプル A、CCC である。各コドンは一つのアミノ酸に対応し、この RNA の塩基配列は3がアミノ酸からなる、配列に翻訳される。コンピュータ科学に比較対象されるものを求めると、コドンはワードに相当し、 データ操作の標準的な単位であり、タンパク質のアミノ酸一つのように、ヌクレオチの一つは1ビットに相当する。標準移転コードが次の表に示されている。表1は64個子おのおのが、どのアミノ酸に対応するかを示す。表には翻訳される標準的なアミノ酸20個のおのおのが、どのコドんに対応するかを示す。これらは、それぞれ、コド対表び、 コドン逆対称表と呼ばれる。例えばコドン AAU はアスパラギンに対応し、ウグというグックはシステインに対応するアミノ酸を標準的な3文字記号で表すそれぞれ A エセントサイズである。コドンの割り当ては翻訳が開始される戦闘のヌクレオチドから行われる。例えば塩基さがグバックで戦頭から読まれるとするとコドンは GGG AAA CCC となり、 2番目から読まれるとすると、コドンは、が、AAC。3番目から読まれるとすると、が、くとなる。この例ではコドンが、部分的な場合は無視した。このように、塩基配列がどうであれ、読み枠は3つの塩基であり、おのの異なるアミノ酸配列を生じる。この例では順に、ぐらいリース、プロ、ぐらい、アスプ、グルー THR である。 日本鎖 DNA には可能な読み枠は6つあり、一方の鎖に3つ読み枠があり、他方の鎖に反対方向に3つある。タンパク質のアミノ酸配列に翻訳される、実際の読み枠は開始コドンによって割り当てられ、通常、それは mRNA の配列の最初のオーガストコドンである。ヌクレオチド塩基が酸の倍数以外の数だけ、挿入されたり血失を起こした場合に生ずる。 読み枠が乱されるような突然変異はフレームシフト変異として知られる。このような突然変異はたとえタンパク質として産生されてもその機能を損なうため生体内のタンパク質を高度している配列の中で稀なものとなる。しばしばそのような誤って作られたタンパク質はタンパク質分解性の崩壊プロセスのターゲットとなる。加えて フレームシフト突然変異は往々にして終始古ンを生じ、タンパク質酸性を中途終止させる。例。時代に遺伝するフレームシフト突然変異が稀な理由は、もし翻訳されるタンパク質が、その生物が直面する選択圧の下で生育に必須なものであるとたら、機能を持ったタンパク質が存在しないことによって、その生物が生存する以前に致死となるかもしれないからである。 翻訳は各三差の開始鼓動から始まる。終始鼓動と違って、開始鼓動だけでは翻訳プロセスが始められるには十分でない。開始鼓動近くの配列の条件や開始因子も翻訳開始に必要である。最も一般的な開始鼓動はオーガストであり、これはメチオニンを高度するため、アミノ三叉の先頭で最も多いのはメチオニンである。終始鼓動は3つあってそれぞれ名称がある。 ワグは、アンバー、アンバー、ウガは、オパール、オパール、時にアンバーアンバーと呼ばれる、ウアーは、オーカー、オーカー。アンバーアンバーは、発見者、リチャード・エプスタインとチャールズ・スタインバーグによって、彼らの友人ハリス・バーンスタインが、ファミリー名をドイツ語で、アンバーということにちなんで命名された。他の二つの修士古丼は、色彩名をつける原則によって命名された。 終士コドンは低子コドンとも呼ばれこれら終止シグナルコドンに相補的なアンチコドンを持った対応する。トレナというのはないが、乖り因子を結合させることによって、作られたばかりのポリペプチドをリボソームから乖りするシグナルとなる。遺伝コードは上調であるが、多義性はない、情形のコドン表で全ての対応を見よ。例えばコドンがアートギャグはどちらもグルトミン酸を指定するが、 上調性、どちらも他のアミノ酸を指定するということはない。下義性。一つのアミノ酸をコードするコドンは三つのヌクレオチドのうちどこかで異なる場合がある。例えば、グルタミン酸はコドンアー、ギャグによって指定されるが、第三番目の位置でヌクレオチドが異なる、ロイシンはコドンウーア、ユグ、ク、クク、ク、ア、カグによって指定されるし、 先頭と3番目の位置で異なる。セリンは、コドン、ユカ、ユーシーグ、ユーシーシー、ク、アグ、AGC によって指定される。先頭、2番目、3番目の位置で異なる。コドンのヌクレオチドの3つの位置の1つで異なる。ヌクレオチドによって、同じアミノ酸が指定される場合、余えに縮みえしていると言われる。例えば、グリシンのコドンが、GGG、GGC、ギーの塩基の、 第三番目の位置は、この位置でのヌクレオチドの置換すべてが同義であるため、つまり、代用するアミノ酸に変化を起こさないため余愈に重視した位置である。コドンのうち三番目の位置のみで余愈に縮みえしたものがある。コドンの三つの位置のうち一つであり得る四種のヌクレオチドの二つのみで同じアミノ酸が指定される。倍二重に縮みえていると言われる。例えばグルタミン酸コドンが、 逆の3番目の位置は二重に、縮みえしており、ロイシンコドン、ユカ、UCC、Q、CCC、CC、CCG の先頭位置も同じである。二重に縮みえした位置においては、同義性のクレオチドは常にいずれもがプリンであるか、A、G、ピリミジンであるか、C、U であるため、二重に縮みえした位置では、トランスバージョン置換、 プリンからリミジンあるいはその逆のみが非同義である。コドンの三つの位置のいずれかで、ヌクレオチド地下によって、アミノ酸が変化する場合、その位置は縮みえがないと言われる。三重に縮みえした位置は一つだけあって、四つのヌクレオチドのうち三つの変化が、アミノ酸に変化をもたらさないが、残りの一つのヌクレオチドに変わると、アミノ酸が変わる。これは、イソロイシンコードの三番目の位置である。 アウー、AUC、アウアは全てイソロイシンをコードするが、オーガストはメチオニンをコードする。計算上は、この位置はしばしば二重縮み H として扱う。6つの異なったコドンでコードされているアミノ酸は3つある。セリン、ロイシン、アルギニンである。ただ1つのコドンで指定されているアミノ酸は2つだけ、ある。1つはメチオニンで、コドンオーガストで指定され。 これは翻訳の開始も指定する。もう一つはトリプトファンで、コードンアグで指定される。遺伝コードの縮み絵は、サイレン突然変異の存在を裏付ける。縮み絵があるのは、トリプレットコードが20のアミノ酸と一つの収支コドンを指定するからである。塩基が4つある、トリプレットコドンで少なくとも21の異なったコードを実現しなければならない。 例えばコドンが2つの塩基だったら16アミノ酸しかコードできない4イコール16であるから少なくとも21コード必要なので4イコール64のコドンが実現できてしまうことになって縮み絵が起こるのが当然となる遺伝コードはこのような性質によって点突然変異のようなエラーに耐えるものとなっている例えば理論上よえ縮み絵のあるコドンは三番目の置の点 突然変異がどのように起こっても問題はない。実際は多くの生物でコドンの利用の偏りがこのことに制限を与えるが、二重縮みへのあるコドンは3番目の位置の可能な3つの点突然変異のうち1つが起こっても問題はない。トランジション突然変異、プリンからプリンへの、あるいはピリミジンからピリミジンへの突然変異の方が、トランスバージョン突然変異、 プリンからピリミジンへの突然変異、あるいはその逆よりも起こりやすいから、このような二重縮み H でのプリンの同等性あるいは、ピリミジンの同等性は、エラーに強い性質が付け加わることになる。上調性のもたらす、実際上の結果は、エラーが遺伝高度に起こってもそれはサイレントであって、同じアミノ酸への痴漢しか起こさないから、タンパク質が変化して、疎水性や、 浸水性に変化を及ぼというようなことはなく、タンパク質に影響の及ばないエラーであるということである。例えばヌーン、N はヌクレオチドを示すというコドンは浸水性のアミノ酸を高度する傾向がある。NCN はアミノ酸残機の大きさが小さく素水浸水性が中間的であり、ナンは平均サイズの浸水性アミノ酸残機、アンは非浸水性のアミノ酸残機を高度する。 そうは言っても、点突然変異が起こると機能の損なわれた、タンパク質が作られる可能性がある。ヘモグロビン遺伝子に突然変異が起こってカマジョアかまじょ赤、血球症が起こされる例を取り上げてみよう。この点突然変異では、浸水性のグルタミン酸、グルーが一箇所素水性のバリン、バルに置き換わっており、ベータグロビンの可用性が低下している。この場合には、突然変異によって、 ヘモグロビンは、バリンのグループ間の素水性相互作用が変化し、それが原因となって、直鎖ポリマーとなり、赤血球は、カマジョウ細胞に変形する。カマジョウ赤血球症は一般に、新規の突然変異によっては起こらない。むしろ、マラリア状在地域において、この遺伝子ヘテロの人々が、マラリアのプラスモデウム寄生体に行くほどかの抵抗性。 ヘテロ体の有差を持つことによって、自然選択作用によって存続している、サラセミアと同様なやり方である。このようにアミノ酸に対する高度に変化がもたらされる。理由は、トレナのアンチコドン一番目の塩基が就職されることにある。こうして形成される、塩基体はユラニ塩基体と呼ばれる。就職される塩基はイノシンであったり、ヒワトソン、クリック体であるいう G 塩基体であったりする。 標準遺伝コードにはわずかな変動があるだろうということは早くから予見されていたが1979年までは発見されなかった。同年、ヒトミトコンドリア遺伝子の研究者が異なるコードを発見した。以来わずかに変形したものが数多く発見された。それらは種ズのミトコンドリアのコードであったり、マイコプラズマのコドヌガをトリプトファンに翻訳するような わずかな変更の見られるのであった。細菌と小細菌では、グッケとユグが共通する始コドンである。珍しい例では、同じ種でも、特定のタンパク質で、通常使われるのと異なる始コドンが使われる、場合がある。タンパク質の中には、mRNA 上のシグナル配列に変動があり、それに伴って、標準的な収コドンに、 他の非標準的なアミノ酸が置き換えている場合がある。関連文献で議論されているように、ウガはセレンシステインをコードし、ワグはピロリジンをコードしている場合がある。セレンシステインは現在21番目のアミノ酸とみなされており、ピロリジンは22番目のアミノ酸とみなされている。遺伝コードの変形の詳細は NCB ウェブサイトで見ることができる。 これまでに知られたコードには、このような違いはあるにせよ、それらの間には顕著な共通性が見られるし、すべての生物でこのコード機構は同じであると考えられる。つまり、三塩基コドンであり、トレナ、リボソームを必要とし、コード読み取り方向は同じであり、コードの三文字を一度に翻訳して、アミノ酸に変える点である。地球上の生命体によって用いられている。 遺伝高度にににはは変形は見られるる。せよよ互いいく似ている地球上の生命体にとって同様な利用価値のある遺伝コードは他に多くの可能性があるのだら進化論的には生命の歴史の極めて初期に遺伝コードが確立したことが次のことを考慮しても示唆されるトレナの系統学的解析によって今日のアミノアシルトレナ合成酵素のセットがありする以前に トれな分子が進化してきたと推定された。遺伝コードはアミノ酸へのランダムな対応ではない。例えば同じ生合成経路に関与するアミノ酸はコドンの第一塩基が同じ傾向がある。物理的性質の似たアミノ酸はよく似たコドンに対応している傾向がある。遺伝コードの進化を説明しようとしている多くの理論に貫かれている三つのテーマがある。 三つのパターンは、これが起源である。一つは、最近のアップタマー、リガンド結合能のある、オリゴヌクレオチド実験で説明されている。アミノサの中には、高度する三塩基トリプレットに選択的な科学的、神話性を持っているものがある。これは、現在のトレナと関連酵素によって行われている、複雑な翻訳機構は広大になって発達してきたものであって、もともとは、 タンパク質のアミノ酸配列は塩基配列を直接の異形としていたことを示せそそる。もう一つは今日我々が目にする標準遺伝コードはもっと簡単なコードから生合成的な拡張プロセスを経て発達したと考える。この考えは原始生命体は新しいアミノ酸を例えば代謝の副産物として発見し、後に遺伝コードの機構に組み入れていったとする。 現在に比べ過去にはアミノ酸は種類が少なかったと示唆される状況証拠はたくさんあるがどのアミノ酸がどういう順で高度に入れられたかの正確かつ詳細な仮説は議論が大きく分かれている。なお、2018年1月現在、チロシンとトリプトファンについては20から24億年前の酸素増大イベントに耐えるために獲得された可能性を 量子化学計算と生科学実験から提示した研究が発表されており、アミノ酸の機能的特性が遺伝暗号を決定づけていたことを示唆している。3番目は、遺伝コードでのコードの割り当ては、突然変異の効果が最小となるように、自然選択が作用してなされたとする。5、おさむき。